これから始まる戦いも間違いなく後世へと語り継ぎたいレースとなるでしょう。第56回 G1 大阪杯飛び出しました。真ん中コントレイル好スタートを切りました。黄色の帽子です。外目グランアレグリアもいいスタートを見せている。サリオスが行くのか、正面スタンド前の注目の先行争いです。横を見ながらサリオス前に馬を行かせました。無敗馬のレイパパレが行った。レイパパレハッピーグリーン、内でサリオスワグネリアン、そしてグランアレグリア早め5番手につけました。コントレイルは中段です。黄色の帽子コントレイル中段、グランアレグリアは5番手、そして圧倒的1番人気コントレイルは中段につけました。福永雄一です。うっすらと霞んでいく各馬の姿を花明かりが照らす向こう正面です。先手を取ったのは無敗馬のレイパパレと川田優が1馬身半のリード。2番手ハッピーグリーン、その後ろ3番手内から2番のサリオスです。さらにはワグネリアンがいて馬群差がついて、最速はグランアレグリアは5番手につけました。そして再び差がついた9番のクレッシェンドラブ、アドマイヤビルゴ、アーデントリーがいて、三冠馬コントレイルは中段後ろ、信頼の手綱福永雄一、三冠馬は中段後ろで今前半の 1000m は59秒8、オモババ59秒8流れています。モズベッドがいてカデナ、そして後方からブラバスと、最後方からペルシアンナイトで3コーナーのカーブ、コントレイルが動いていった。黄色の帽子コントレイルが動いていったぞ。グランアレグリアのすぐ外までコントレイルが動いていった。おっとルメールも動き出した。その前にサリオスがいる。さあ人気4頭が早くも前で固まっている。3、4コーナー中間点、レイパパレが先頭、そのうちにサリオス、グランアレグリアが3番手、その外三冠馬コントレイル。さあこの人気どころで決まるのか。グランアレグリア、コントレイルは1番外に出して直線コース。先頭はまだレイパパレ、レイパパレ内をすくってサリオスだ、内をすくってサリオス、さらにはグランアレグリア、外からコントレイル、コントレイル厳しいか、コントレイルここから伸びてくるか、大外からモズベッド、しかしレイパパレだ、レイパパレだ、これが無敗馬だ。レイパパレ、コントレイル、グランアレグリア、外からモズベッド、なんとレイパパレ、底知れぬ魅力、無敗馬レイパパレ、三冠馬も最速馬もサリオスも退けました。川田優雅とレイパパレです。